YouTube の皆さん、岡田博です。東武鬼怒川線、鬼怒川温泉駅に到着しました。これからですね、真岡鉄道 C11-325 初デビューを記念しましてですね、これからですね、C11-325 SL 体重のレポートですね、やっていきたいと思います。ようやくですね、元真岡鉄道 C11-325 がデビューしまして、後押し補助機は D10 なんですけど、なんと今回 D1 補助機の D10 がなんとですね、逆向いてるんですね。これは珍しいなと思ったんですけど、ただこの編成なんですけど、こうやって見てるとなんかあれ思い出しますよね。天北線の急行天北号とか垂水鉄道の客車ですよね。なんかそれ思い出すんですけど、あ、今ちょうどですね C11-325 が連結作業ですね。ちょっと行ってみたいと思います。先ほども話しましたように、14系客車はこちら一般の14系客車で、スハーフ14の501と、あとは1号機2両ですね。あ、今連結審が始まるんでちょっと行ってみましょう。あ、やばいな、連結が始まる、すげすげ、連結。あ、これからですね C11-325 がですね連結するんですけど、なんと車掌車は用8000がつながれてるんですね。ようやくですね東武鬼怒川線に元真岡鉄道 C11-325 号機がデビューする日が来て、まさに2年ぶりに、あ、1年半ぶりに再開ですね。実は俺も真岡 C11が引退前に俺お別れ乗車で乗ったんですよね。もうあれは貴重な動画にはなりましたけど、これから連結作業するんで、早速ですねじっくり、映したいと思います。でこちらが14系客車ですね。それでは連結するんでよく映したいと思います。さあ連結です。はい、連結完了です。さあ同業者が結構多いんでちょっと慎重にやっていきたいと思います。ああ、撮影できるかな。なんかすごいますね。ああ、これが C11-325 ですね。なんと日照機つけてますね。ちょっと一応映りが悪い、ちょっと一応ですねちょっと背伸びして撮影したいと思います。あ、かっこいいですねこの日照機なんですけど、いかにもお召し列車って感じですね。いや、かっこいいですね。ようやくですね C11-325 がデビューする日が来まして、感激だなと思いますね。
いやー、今日は同業者が多くて大変ですね。命がけです。慎重に行きたいと思います。皆さん見てください。これが C11-325号機なんですけど、ようやくデビューして、これからですね、鬼怒川温泉発の一番列車として出発しますね。よく映したいと思います。あー、いいですね、この顔なんですけど。そうですよね、325といえばこういう顔してるんですよ。まさに猛虎鉄道以来ですね、この体験なんですけど。いや、いかにもですね、かっこいいです。これはですね、もう貴重な体験なんで、果たして再生回数何回ぐらいくるかちょっと気になりますね。ただいま3番線停車中の列車は当駅11時10分発 SL12号下井の1駅です。ただいま発車5分前でございます。ご利用のお客様は階段エレベーターを使い橋を渡りました。3番線停車中の列車にご乗車。 あと5分で出発なんですね。とりあえずよく映しときますね。ただいま3番線停車中の列車は当駅11時10分発 SL12号。いや、なんか本当に猛虎鉄道を思い出すんですけど。さあ今日はさあ間もなく発車時間になりますんで、あとは他移しとくか。それでは SL 体重、元猛虎鉄道の SL 体重がですね、間もなく出発時刻になりますので、一応車両レポートはですね、これでですね、終わりにしたいと思います。間もなく出発ですので、一応発車シーンは別動画にしたいと思います。ちょっと短くなっちゃったかなと思うんですけど、一応これで鬼怒川温泉発 C11-325 体重のレポート終わります。それでは。